はい、どうも皆さん、こんにちは。おはこんこん、三月くばさです。エクストルバーズ銀河実況をやっていきましょう。ごめんなさい、ちょっとね、マイク切ってたの忘れて始めてしまったので、ちょっとだけ、まあ、切ってると思います。ということで、いきましょう。VR ミッションちょっとやって、外出たらこんな風に、出てきましたんで、リムを与える、境界線まで来るようにということで。ちょっとね、慌てたんで、最初の挨拶がもうごっちゃごちゃになりました。ごめんなさい。いやーもう、びっくりした。まさかマイク、音声動かねえなと思ったら、マイク切れてました。ちょっと和解しましたね、完全にこの二人。あれ今気づいた、共感。なんかだいぶ塩らしくなってきて、よし、ちょっとこっちが気になった。なんだこれ、何かあるわけじゃない。じゃあ行きますか。テック奪還作戦の概要説明を行う。作戦は少数精鋭の潜入チームと陽動チームの2チームで実行する。潜入チームはブレオンを中心に構成し、残り戦力で陽動チームを構成する。テックには共感クラスしか知らない地下トンネルが存在する。まずは地下トンネルに至るまでの侵入路を確保する。なるほどね、了解です。多数のエイクリット、了解です。ロードオブテック、敵を全滅させろってことは、ラピッドレーザーで OK。 どうするかですね、サブ武器を。ショットガンいきますか、久しぶりに。で、まあバンでいいですかね。おお、クリス、ジュリー、オッケー、行きましょう。行こうか。いやー、ようやくクリスか仲間になりましたね。長かった。まさかこんなここまでかかると思ってなかったですよ。パート40手前ぐらいです。なあ、こんなとこからテックベースへ行けるの？輸送路として使われていた場所だ。テックベースにつながっている。活用されなくなってからは立ち入り禁止区域となった。そこへエイクリッドが住み着いた。いいカムフラージュになったわけね。よし、エイクリッドを倒せばルートができるってことだな。最近ね、パーソナルアクションというものを身につけました。ドンゴ2体。ドンゴだ、あのメラメラか。違う、ライドンゴ。雷撃には注意。軽率な行動はするな。出たポッツね、痛いんですけど、ちょっとやれる余裕がないかな。よし、ナイス。ギャップ、やばいやばいやばい、逃げる。クリス、大丈夫か。よし、いけ。やばい、逃げろ。やばいやばい。オッケー。痛い。そう、一瞬人がパソコン画面を見ていたときに。あー、ミスった。今のはちょっときつかったな。やばい、危ねえ。よっしゃー、来たー。今のうちにデータパワーする。任せて。グリースで OK、アザース。で、回収、ライドンギュー。クリス、ごめん、今のパワー。
よっしゃ、ナイス、いいね。あー、よしよし、やばい、逃げろ、ジュリーが、えーいよ、逃げろ、あの範囲ならまあまあ問題ないですね。あ、もうちょっと遅かった、引きつけてもいい、よし、きた、バン、今だ、もう一回もう一回、いいよ、よし、ちょっと二人とも息合わせて、勝手に動き回るやつがいて困る、んだよ、俺たち最強コンビだろ、え、あのパーソナルアクション、お前らしいよ、まったく、この十字キーを押すとなんかキャラがね動くんですよ、こんな感じでね、まああの4種類あるんですけど、まあ、戦闘中とか当然やれる余裕がないんで、まあ、なんか意味があるのかって言われると分かんないんですけど、あれ、なんだ、通信対戦、通信協力プレイみたいな、で、うわ、いっぱいいるぞ、多いな、ならば蹴散らすのみ、いいとこ見てたよね、お二人さん、どう見たろ、いや、行くぜクリス、バレットも、ほら、人揃いで挑んでバンジャイ、ドンゴじゃない、なんだっけ、ガルドロップ、ガルドロップ、大ガルドロップ、こいつめんどくさいんだよな、ガルドロック、アッシュ、あ、聞いたことある、アッシュ、モーハンみたいな、こいつも、なんかビリビリ、マテリアルがどっかに、ライガルドロックだわ、消えた？消えちゃったか。まあいいや、行きましょう。はい。危ない危ない。いやあ、当たってしまった。入った。あ、やばい。この距離は見えない。よしじゃあ。ケイ。ケイ。もう弱点あらわになってる。よし。アイデアミスだ、ちょっと待て、ちょっと違う違う違う、この野郎ダンスが遅いんでね、なんとかやれそうな気がするんですけど、よし、アイデア、よし、結構決まってんじゃないですかこれ、アンカードライ、はい、バン、よし、どう、ちょっといいんじゃないですか、結構エグスターまでガチにしてます、これがグワーッとなるときついでしょう、こいつも攻略を見つければね、なんかなるんですよね、基本的にこのお腹でいいのかな、背中攻撃してればあのアンカードライブ、あ、じゃあ当たっちまった、よし、アンカードライブのおかげでスコアの10万超えます、アンカードライブ収まる、大丈夫、アンカードライブ、ショットガン、ショットガン、お、なるほど、最強コンビでしょ、かかりすぎ、ノン、だからコンビなどとは、こっからが見せ場だ、まあ、今のうちに、そうか、終わってからデータポスト開放すればいいか、時間もあるわけじゃない、時間制限もあるわけじゃないですか、ね、
思考さ、行け行きまーす。なんもないな、ここ。じゃあまあ突っ走って OK かな。データコストもないですね。よし。お、あそこか。入り口ってあれか？おそらくな。テックベースに繋がっているはず。お？じゃあ作戦成功？残念、巨大熱源接近中よ。マジか。ああ、ウンリープ気をつけて。でかいのバカ、すっげー。驚く暇があったら臨戦態勢だ。最強コンビだろ、やれるって。口より手を動かせ。行くぞ。ワン、で、一番最初のラウンドしかない。スコアマスが20万。20万来ましたよ。おーい。あ、よし、よくよけた。あ、いたー、当たりに行ってしまった、今の。うわー、びっくりした。あ、でもこの攻撃は歩いて避けれる。じゃあショットガンだとスピードあるっすよ。ただ幼虫がいる。あー、そう、妖精が妖体が 出てきてしまうとまた出てきたいんですけど。あー、くそ、ミスった。あー、外した。もう、ちょっと邪魔だった。アンカードライブは突進してくるタイミングでね、口のところめがけてやればいいんですけど、それがなかなか。でででで、くそ、こんなにじゃないやつです。あれしろ、うちが。なんで剣の場が違うんだよ。蹴りたくないんだって。蹴るんじゃなくてアンカードライブさんが待ってたのに先にキックが。リトライだ。あ、なんか倒した。なんか終わっちゃった。まあいいか。やべえ。よし、こちらブレン、ルートを確保、やりました。ご苦労だった。想定より早かったな。息ぴったしの最強コンビ、二人ならほんと敵なしかも。ノン、コンビというには甘すぎる。もっとやれたはずだ。クーリス、照れんなよ。俺たちギンギラ最強コンビだろ。では後続部隊を回す。君たちは一旦帰還したまえ。上り詰めるぞ、共に。タムケだ。うん、楽勝。
X-Troopers。ウォルター教官に報告に行くか。はい、ということでね、今回はここまでにしようかなと思います。次回また報告に行って新たなミッションやろうと思います。多分次回は本格的にテックを取り返す感じかな。というわけで次回やっていきます。以上ミツキックバスターでした。バイバイ。